自分の子供にもプレーしてる姿を見せたいなっていうのがあって、あ、ね、フットサルに対してどう恩返しするかっていうところは僕はずっと考えてることなんで、じゃあそのこれね、あのいつもまた質問してる内容なんですけど、今期来期とね目標があるんですが、さて10年後の目標っていうのは何がありますかと、まあ、こうなってたいなっていうか、もうこうなってるだろうという、なってるだろうこうなってるだろうという、なりたいってはダメってことですか、もうなりたいじゃなくてもこうなるんだよねみたいな、オッケーです、なりたいそのくらいのリアル感で、なりたいで喋ろうとしました、これがねまたね10年経つまでにちゃんとチャンネルを見返してもらって、はい、あの再生数を伸ばしていただくっていう、まあ、そうです、はい、これは上里選手、あ、じゃあじゃあ、はい、まあもうなりたいっていう話をなるっていうところに持っていきたいっていうところにまあ変わったんですけど、まあ本当にさっき森脇選手が言った通りまだ31って言ってくれたんで、まあ10年後、10歳差ぐらいですもんね、はい、正直10年後まで現役選手でいられるっていう自信はなかったんですけど、自分で、まあけどやれるとこまではとことんやりたいって思ってますし、まあけど10年後までしっかりトップで日本のトップ選手として走り続けて、うん、まあそれはその間に目標として結婚して、うん、10年以内に結婚して、まあ僕の目標、プロになった時の目標が、まあ、自分の子供にもプレーしてる姿を見せたいなっていうのがあって、ね、で実際サッカーではもうそれができなかったんで、ビーチサッカーであと10年間、うん、トップで走り続けたいと思ってますので、自分の子供にもその姿を見せると、見せることです、プレイヤーとしての、はい、10年後これはなんかいけそうな感じもしなくもないですけどね、はい、はい、選手10年後の、いやもう難しいですけど、はい、選手がおられますから、もう言ったからには頑張ります、うん、いかがでしょうか、はい、そうです、僕は今42なので52ってことは、うん、結構中途半端ですよねまあ、50あたりでみたいなね、老後じゃないし、老後だったらどっか島国行って嫁と2人でって言いたいですけどそうですね、10年後は、まあ、目指すところもそうですし、まあ、実現させたいっていう意味では、まあ、フットサル界をピッチの中からじゃなくて外でまとめれる役としてっていう立場で入れたらなっていう、業界をまとめるようなね、そうですね、僕自身のためっていうか、まあ、ちょっとこう切れ事になっちゃうかもしれないですけど、僕はこう帰化して日本代表としてやって、まあ、まずその21歳から始めたフットサル、こう日本っていう国で日本代表としてこうワールドカップにプレーすることがだけじゃなくて、そのフットサルに対してどう恩返しするかっていうところは僕はずっと考えてることなんで、まあ、52歳になってている時には、まあ、その恩返しができてたらなっていう、まあ、したいです、します、なるほど、まあ、しますというね、はい、まあ、そういう形としてはそのフットサル界を、まあ、プロ化っていうのもそうですし、うん、まあ、選手がフットサルだけで生活していけるっていう世界を作りたいです、うん、なるほど、まあ、ちょっと2人ともねやっぱり年齢の、ね、差もあるんで、ちょっとこのね、あの業界に対する思いというかですね、もう恩返しのところまでね考えて森岡選手がされているので、まあまあお互いねまたいろいろと情報を交換しながら密に連携を取ってください。